皆さんこんにちは。ワークトゥーリブの運営者のリチャード・コンと申します。今回はですね、ちょっとやらかしちゃったってことでですね、ちょっとまあ、ちょっと私のそのちょっと失敗談をちょっとお話ししたいと思います。で、何やっちゃったかっていうと、以前ですね、ブログの作り方、つまりそのアダルトブログの作り方に関する動画をアップロードしました、YouTube に。で、その時なんですけど、実はあれって当初私がアップロードする予定だったものとちょっと違うものなんですね。で、なんでそんなこと、なんでそんななんかその本来アップロードするものと違うものをアップロードしたかっていうと、まあ原因これなんですよ。はい。で、こちらちょっとまあご覧の通りですね。実はもともとなんですけど、私動画でエログってつまりアダルトブログを流そうと思ってたんですよ、動画で。で、もちろんいや、それ規約違反だから普通にダメだろって話なんですけど、もちろん私の動画なので、見せちゃいけないものを全部隠してるっていう、まあそういったやり方前提に載せようと思ってたんですよ。はい。でなんですけど、まあちょっとまあちょっと YouTube の利用規約に違反しましてですね、もちろんその見せちゃいけないものは全部隠してたんですけど、それでも利用規約に違反しちゃいましたということですので、はい。今回ちょっと本来アップロードするものとは別のものをアップロードしたという、まあそういった次第、そういった流れになります。で、結果的にですね、アップロードした動画っていうのはですね、まあ、ただ単にまあ、ブログの立ち上げ方もっていうと、ブログの立ち上げ方に関して説明しているものになりますね。で、まあ、ブログ立ち上げる上でも使えるんですけど、まあ、特に、まあ、エロギだと、アドセンスとか、Google アドセンス使えないから、まあ、その点で、じゃあ、そういった時にどうやってブログ収益化しようかって考えた時に、例えば、まあ、私の作った動画ですとか、あるいはその動画の、いつも私で、コンテンツ作るときって、まあ、ノートの記事と、あと、動画ですね、一緒に作っちゃうんですけど、まあ、その動画であれ、ノートの記事であれ、エログ作りたいとき、つまりアダルトブログ作りたいときは、そちらのノートとか、動画とかご参照いただければなと思っているんですね。で、そこでですね、まあ、ちょっとサンプルを掲載しようと思っていたんですが、動画の方にも。で、まあ、結果ダメでしたという、まあ、そういった形ですね。はい。ね、それでですね、まあ、まあ、今回はそうですね。まあ、改めて、というか、まずはその YouTube の皆様に謝罪しないといけませんね。ちょっと利用規約に違反する形となってしまい申し訳ございませんでした。まあ、見せてはいけないものを隠していたので、まあ、大丈夫だと思ってたんですけど、まあ、よろしくなかったということで、ご迷惑をおかけしました。ということですね。はい。まあ、大変申し訳ございませんでした。で、まあ、今後はですね、まあ、いつもやってるんですけど、いつも通り、まあ、健全な、まあ、アダルトコンテンツに関する情報を載せる場合は健全なコンテンツを。で、まあ、その他別に、アダルトじゃないもの、ノンアダルトのものに関しても、まあ、健全なコンテンツを流していきたいと思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。はい。といった形ですね。で、ですね、今回の動画の概要欄ですね、エログの作り方の、リンクですと、リンクも載せておきますので、まあ、ご興味のある方はご視聴ください。はい。で、まあそうですね、まあ、今回のその表示したその、利用規約違反の画面なんですけど、エログの作り方の方にも載ってますので、ちょっとまあ、見ていただけるといいと思います。まあ、見なくても全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、はい、そんな形ですね。はい、今回のお話は以上になります。チャンネル登録は気が向いた時にお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。